カプアス川カプアス川はボルネオ島西部をおおむね東から西へと流れて東、シナ海へと注ぐボルネオ島内最長の河川である。全長約 1143km で島を流れる川としては世界最長である。カプアス川はインドネシア最長の河川でありボルネオ島西部の主要な河川である。カプアス川の流域は その全域がインドネシアの西カリマンタン州に属している。同州北東端部、マレーシアのサラワク州との境界近くのカプアスフルの山地に橋を発し、西へ流れる。ポンティアナックの南およそ2 0トルの場所で南シナ海に注ぐ。流域にはセンタルムコ地域を含む。そこは湿地と淡水港及び時に水没する森からなる広大な保護区である。 なお、この川の中流域のごく限られた地域には、灰を持たないカエルであるバーバーラカリモンターンシスが生息していることで知られている。川の大部分は、船の航行が可能であり、西カリマンタン州の重要な交通路となっている。島の奥地からの材木の輸送や、流域の集落への往来に使用されている。川口から約4 0 0トル上流の山岸、近くに橋が架か,かっている。 カプアス川の川口付近には西カリマンタン州の州都であるポンティアナックが形成されており、ここには同州内有数の港も整備されている。バーバーラカリモンタンシスハット、インドネシア共和国西カリマンタン州におけるパルプ溶剤植林適地調査報告書に本生し、連合会。ありがとうございます。